いや今日も暑いですね山崎さん。いや暑いですよ。ムシムシしてますね。溶けちゃうよこれは。夏バテとかしてませんか。いやもう、ね、とりあえず夏バテは大丈夫かな、あ大丈夫、うん、食べれてます。食べるようにしてます。おできる限り。なるほど。僕最近あのカレーばっかり食べてる。なんでこの時期にこの時期にだからこそやっぱ香辛料を味方につけて、ね、体を活性化していかないと。実際こう食欲がない時って人間ってどうしたらいいんですかね、はい、僕はねあの昔こう食欲がなくって、うんうんうん、着ぐるみに入ってる時夏食欲なくって、はい、レモンティーリプトンレモンティーをずっと飲んでたんですよ、うん、あのでっかいパックで。そうすると気分が悪くなってしょうがなくてしょうがなくて それ以来こうレモンティーがトラウマになってしまってるんですけど、はい、でも水分を取ってもやはり肩で気分悪くなるから、うん、あとりあえずなんかやっぱ食べ物をね食べないと。何がいいんだろうね。いやでもやっぱ夏バテしたらもうあウィナーインゼリーだよ。まあ栄養のあるもの人間で言えば、うん、糖質糖質ご飯粒粒粒いやそんないっぱい多分食べられないね夏バテしたら。でもあと粒粒なんすかね、これ。あと点滴。いやいや体内に直接注入。そう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 間違いない。すごい筋肉的な解決方法を。間違いない。でもバテたと思ったら、うん、やっぱこう一人で何とかしようとしないで。まあ確かに。そうそうそう。ちゃんと。そうそうそう。あの医療処置を受けるね。医療処置を受ける。いやでも本当に熱中症って本当怖いんですってなんか。要はなんすか脳がふやけた状態になっちゃうみたいな、なんかなってたんだけど、ゆで卵、うん、いや卵とかって、うんうん、電子レンジに入れたら、はい、そう爆発しちゃったりするわけじゃないですか、はいはいはい、それと要は同じような状況で、うん、脳みそがもう、うん、頭の中で沸騰しちゃうから、うん、要は一回なっちゃうともう元に戻らないっていうか。あそうなの。なんかすごいもう人間の体に悪影響になっちゃうから本当怖い病気なんだよっていうことをなんかあんま認知されてない。しかも冷静な判断ができそうにないよね、うん、怖いんですよ。気をつけよう。気をつけてみんな。帽子かぶろう。麦わら帽子かぶろう。大事ですよ。大事です、はい、大事。すごい何の番組なんだろう夏バテ予防番組はい、ということでそろそろ放課後が始まります。よろしくお願いします。大好きになったキャラクターと同じ時を過ごせたら、そんな夢を見たことはないですか。その夢を形にするキャラクタープロジェクト、それが雄星高校。雄星高校は僕たちが青春を謳歌している架空の高校。ここで僕たちは高校生活を送り、他の生徒たちと過ごし、いろいろな物語が生まれ成長していく。そんな高校の放課後に流れる校内放送、雄星高校ラジオ部アット部員募集中。放課後になりました。雄星高校ラジオ部部員高坂初之助役天月です。同じく雄星高校ラジオ部部員葛の葉かしこ役山本和富です。いやなんかでも暑い暑いと今年はどれぐらい暑くなるんだろうなと言いつつ、気づけばもう8月も中旬になってきたの で半ば意外と乗り越えていけるんじゃないかななんて。でも夏暑くなるのが遅かったじゃないですか。遅かったんですかね。そうちょっと遅めだったんですよ。梅雨明けも多分遅れてるから、うん、意外とそのね9月末ぐらいまで持ってっちゃうんじゃないかぐらいまでもっさもっさしてるかも。もっさもっさしてるかもしれない。いやなんかまあでも台風とかもね、うん、ポッポポッポここに来て出てきましたし。そうだ危ないよ台風で。急になんかこう雨降るじゃない、はいはいはい、その朝は大丈夫だったけど、うん、急になんか暴風になったりするから、なんかちゃんと天気予報を見てないと対応できないなってちょっと思いましたね僕は。学びましたなんか、はい、その、まあ、今回こうね来た台風とかもすごい危ないみたいなのを急に来たじゃないですか、はい、そうですはい、なんかそんな急に言われてもちょっと困るよねまあ来るとは、まあ、僕もねあんまりね分かってなかった人だからねあんま言えないですけど、天気予報ってなんか難しいですよね。やっぱ未だにこの科学の力では 100% には持っていけないもんなんですね。でもだからもう鳥類に頼るしかないよねあ、もう動物的直感。そう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 、うん、猫とかね
ね、その猫どう、地震の前になんか動物がどっか別のとこ行くみたいないやうちの猫地震来てもなんか普通だったな、普通だな、うちの子たちも犬だけやたら野生身がないとやっぱダメなんですか、ね、そうだね。でも鳥は低く飛ぶとみたいな、あ、まあ、あとなんか雲の形が違うとか言ったりしますもんね。あとあれ狐が嫁入りするとみたいなそういうのいやでも本当ね対策大事です、まあ夏、はい、さっきもね夏バテの話もしましたけど、はい、いろいろね、はい、なんかね危機的状況が多いのでね、うん、そんなね、はい、あの危機的状況に対して僕らがサポートしていく、はい、郵政高校ラジオ部あと部員募集中、放課後の時間楽しんでください。郵政高校ラジオ部あと部員募集中。改めまして天月です。改めまして山本和富です。この番組は郵政高校からお送りしています。はい、うん、はい、山月さん遅ればせながらなんですけども、はい、あのライブお疲れ様でございました。いやありがとうございます、そうですね、ちょっと今回あの僕のライブにも、はい、あの声優あ少年、はい、少年役として少年役天月さんの、はい、少年役少年役として僕が僕は僕だけど和富さんも僕で、はい、じゃあ和富さんは何なんだってちょっと早速ですねあのお便り来ておりますので、はい、お読みしたいと思います、はい、永遠の帰宅部レイカさんからでございます。はい、天月さん和富さんこんにちは、毎週楽しくラジオ聞いております。天月さん、ありがとうございます。10周年記念ライブお疲れ様でした。ありがとうございます。仕事の都合で大阪城ホールには行けなかったんですが、横浜でのプロローグに参加させていただきました。とっても楽しかったです。ありがとうございます。そしてまさか天月さんのライブで勝富さんのお声が聞けるとは、ありがとうございますまさかすぎて本当に驚きました。心の中でですが勝富さんだと叫びました。本当に素敵なライブでした。ありがとうございました。今後またお二人がさまざまな形で共演する機会がありましたらとても嬉しいです。これからも応援してますということで、ありがとうございます。なんか結構その連続でこうお歌を歌うじゃないですか連続そうそうそう、なんかそのまあ衣装替えで、はい、あの間があったとしても、はいね、衣装替えでね和装の前とかにちょっと、はい、そうあったりするけど結構体力いりますよね。いります非常にそうですよね。なんかこう日頃訓練とかしてるんですか、まあ、訓練というか。でもまあ有酸素運動は必ずやっぱするようにランニングしてますね。マシンとかランニングもそうですし、あとは縄跳び、あれなんかあの肺活量トレーニングとかやったりしますよね。オリンピック選手とかも使うような、はいはいはい、スポーツ選手が使ってる、はい、なんかこう手で持って、あそうですそうです、やるのすごい負荷をかけてやったりするやつとか、はいはい、まあ、あとはあの、まあ、劇中その僕ダンスやってるので、まあ、ダンスやってたらやっぱ体力つきますよね。つきます。はい、あそうですかなんかでもすごいなんだろう物語性を、まあ、僕は事前にこう、はい、収録をしたので、はい、結構その展開を知っているけれども、うんうんうん、やっぱストーリーがあるっていいなってちょっと思いました、はい、そう言ってもらうのは嬉しいですね、はい、演劇の舞台とはまたちょっと違うのかもしれないんですけど、うん、なんかそういうこう一つのなんか天月さんの ヒストリー的な感じのものと、うんうんうん、やっぱりこう演出のこう派手な演出も含めたその なんていうんですかね、見せ方はなんかとてもいいなと思いました。お疲れ様ですね。ありがとうございます。だって横浜も2日やって大阪城ホールで、大阪城ホールはまあワンデーだったんですけど、うん、やってそうですね、はい、割と直近でやったんでね、そうだから1週間空くのかなと思ってて、はい、あれでも空いてないやと思って、すごいな。そうなんすよ。まあでも夏休みだから曲数も多かったんで、ね、でえなんかセットリスト違うってそのライブで言って、あそうです、半分ぐらい曲が違うのと、ね、まあ、あとはその大阪城はやっぱキャパシティがすごい大きいので、うんうん、まあ、演出がまあ
火が出たりとか。そう、それそう、事前に聞いてて大阪城ホールに来たら、はい、特攻がすごいですよって聞いてて、うん、大阪かと思って、いやワンチャンちょっと行けないかなって思ってたんですけど、そう、またちょっとぜひね、もう来てくれただけでも、またちょっと大阪にも、はい、あの来てほしいな、いや どこの立場で言ってんのか分かんない、ね、いや嬉しいですね、はい、そのまあ関西とかでもあれだけ人が来てくれるっていうのはすごい嬉しかったです。だからそう、いや楽しかったでございます。皆さんも多分楽しんで、いやじゃあそろそろね、普通歌の方にも行こうかなと思っております、はい、ラジオネーム旅人さんからいただきました。 ありがとうございます。天月さん、山本さん、こんにちは。こんにちは、突然ですがお二人は夏の女の子の格好でどんな格好が一番好きですか？水着、浴衣など夏しか着られないようなものってたくさんあると思います。私としましては、ひまわり畑に麦わら帽子と白のワンピースが一番なんというか夏を感じますというまあそんな人イラストの中でしか見たことないんですけどね、なんてね。白のワンピース結構勇気いや、いりますよ、それは確かに。なんかね、まあでもワンピースは好きかな。あ、そうですね、なんか結構特権みたいなところあるじゃないですか、女性の、うん、いや、まあ、分かる。なんかスカートはもちろんそうなんですけど、でもあとワンピースの下にその、あのズボン履いてる、ジーンズのズボン履いてる組み合わせとかも僕はまあ結構好きは好きなんですけど、まあ、最近服装がそもそも結構カジュアルな人増えましたしね、うん、なんか浴衣好きですか？浴衣好きですよ。どこがいや別に嫌いじゃないですよ。あ、でもなんか何ですか、結構いつもと違う一面が出ません？なんか髪型とか雰囲気とかも。あ、確かに、なんかこういつもと違う感じでなんかこう、はい、帯とかを巻くのをなんかちょっと苦労して頑張ってる感とかもなんかいいよねいいよね。なんかちょっとまあ歩きづらそうにしてたりとか、ね、なんかこうち本当まあ着慣れてないものを着るっていうのもなんかまたちょっと雰囲気が変わるじゃないですか、うん、でなんかこう男性側もねちょっと気遣っちゃったりなんかしちゃってね、いつもなんかしちゃったりしちゃったりしちゃったり、ね、花火大会とか行っちゃったりなんかしちゃってね。あ、じゃあお次に行きましょうかね、はいはい、どういうテンションなの、ラジオネームりつきさんからでございます。天月くん、山本さん、こんにち は。いつもリアタイでは聞けてないですが動画の方で楽しく聞かせてもらってます、はい、最近とても暑くなってきてとても冷たいアイスを食べたくなってきます。そこでお二人のおすすめのアイスはありますか？私はパピコがとても好きです。あのシャリシャリした食感がたまらなくいいです、はい、ぜひ教えてください。このパピコもね二人で割ってね、うん、あ、一緒に食べてね、シャッタリタリシャッタリ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 。アイスおすすめありますか？僕は、まあ、でもやっぱシャーベット系が基本好きなんですよね。ほうほうほう。だからなんかまあ、パピコもそうですし、はい、なんかまあ、カルピスとかホワイトソーダ系がすごい好きなんですよね。あの夏、はいはいはい、夏感あるじゃないですか。確かにね、爽やかな感じね、うん、僕は最近の毎晩もスイカバー、メロンバー、スイカバー、あー、ちょっと1日にねこうね3本ぐらい食べちゃう時があってね、やばいなって思いますよね。なんかアイスって、まあ、実質水じゃんみたいなとこもあるんですけど、そうそうそう、カロリーゼロだからね。そう、カロリーゼロがちょっと僕もね多分分かんないけど、1日1本ぐらいいったってええやろうぐらいな感じでバッて一気にこう買いだめして冷蔵庫に入れてる時とかあるんですけど、だからシャーベット系の水系は大丈夫なんじゃないですか？シャーベット系の水系は大丈夫シャーベット系の水系はで、あのその牛乳とかの、あ、牛乳も大丈夫か、牛乳だもん、ね、牛乳ですよ、だって、はい、もうそっか、はい、母なる大地ですよ、そう、そうだよ牛さんのねお乳をね飲んでね。逆に、ま、チョコレートとかそういう系やっぱダメなんじゃないですか？僕でも冬に、はい、なんか唐突に、はい、あのモナカのアイス、おー、大きいやつ、はい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 、ジャンボのやつを唐突に食べたく、あと小豆バーを冬に食べたくなりますね。小豆バーはまあ別にあれ実質狂気なんで、ね、カロリーはゼロ硬いよねなんであんな硬いんだろうね。だからそう、なんなんですかね、あの硬さは、ね、な、何が入ったらあんな硬くなるんですかね。硬さにもこだわってるでしょってとこありますよねどれだけ硬くなるかそう本当にチャレンジみたいなはい、こんな風にね、あの普通歌たくさんありがとうございます、はい、あなたからのメール待ってます。雄星高校ラジオ部、
部員募集中。郵政高校アイテム部。郵政高校ラジオ部のツイッターと今放送しているラジオ部との期間限定連動企画です。はい。現在ゲーム部の方でアプリゲームを作っております、はい、ちょっと改めてタイトルを確認するとですね、はいはい、郵政ハザード、はい、伝説の焼きそばパンを終えということで、果たしてどんなゲームになるのかというのが、まあはい、前回ちょっとね、はい、遊ばせていただきましたけどね、はい、なんだろう、感度が良すぎる感度が良かった感度が良かったですね。あれなんか結構こう、あとそのコインを集めて、はい、犬の種類を増やしていったり、うん、猫の種類を増やしていったりできるということですけども、はい、それがなんとなんと本日はですね、はいはい、リリース日が決定しました。イエーイ。なんとですね、はい、8月の31日、はい、2019年ですよ、はい、8月2019年確かにね、オリンピックの年じゃないですかね。確かに確かに2020年じゃないですか、ね、アプリね、アプリにしては早いってことはもう申請中なんですか、ね、申請は通ったと使える。あ、通ってる。だから通って内部事情のお話ですけど、はい、通っております、はい、じゃあ無事リリースされることがもう、はい、決定をしました。決まってるんですね。はい。でここから実は NG でしたとかないですね。延期はないですね。ないですね。ないです。ないです。ないです。8月31日夏休み最終日に郵政ハザード、はい、伝説の焼きそば版を終えということでね、はい、宿題が終わってない諸君はちゃんと終わらせてから、はい、て最終日に遊びましょう、はい、遊びましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、現在、アプリゲーム発売記念してオリジナルサコッシュも制作中なので、はい、そちらも楽しみにしていてください、はい、よろしくお願いします。ということで以上、郵政高校アイテム部でした。ゾンビになって何したいですか。ゾンビになって何、ゾンビになって何したいですか。それで引きこもりです。無害無害すぎるゾンビが。郵政高校ラジオ部、部員がたくさん来たらいいなと思ってます。郵政高校動物部。動物部はその名の通り動物を通じていろんなことを学んでいきます。学びたい。はい、それでは早速メールが来ておりますので読んでみましょう。はい、はい、ラジオネームマキさんからでございます。 PTA 代表ですね、郵政高校。天月さん、山本さん、こんにちは。今日は猫についてお話ししたいのですが、天月さんも山本さんも猫を飼ってらっしゃいますよね。はい、有名な話なのでご存知かもしれませんが、座っている猫の背後にキュウリを置くとキュウリを見た猫が飛び上がるってご存知ですか。猫がキュウリを蛇と認識するそうです。お二人の猫ちゃんでこんな癖があるって話ありませんか。何かあればお話ししていただきたいと思いました。よろしくお願いします。これ、見たことありますけど、なんか動画で、うん、その、餌をご飯食べてるこの後ろにそうキュウリを置くと振り返ってうわーってなるらしいんですけど、蛇見たことないくても蛇だなって思うんですかね。単純にでもびっくりするんだと思う。なんかそうですよね。うちの子たちでもびっくりするのかな。びっくりすることあります、猫が。うちの子たちですか。はい、びっくりか。なんか物が落ちちゃったりとかして大きな音が出たりすると、はい、さすがにどういう感じですか。うしゃーって感じですか。いや、なんか5匹全員で突然運動会始まります。あ、ドワーってみんなで走るんですよ。なんだみたいな。うちなんかね、そ知らぬ顔をするんですよね、びっくりしたら。え、なんかよくなんか丸太と追いかけっこしたりするんですけど、はい、たまにソファー登り損なって丸太と追いかけっこだけ聞いちゃうとちょっとなんか、いやすごい、かずみさんがこう大木の丸太と追いかけっこして確かに、ワンコと追いかけっこしてるんですけど、たまに、はい、たまにソファーから、うん、ストンって登り損ねちゃう時があるんですけど、はみたいな顔して、はみたいななんでみたいな顔でなんだろうね、なんか冷静なんだかなんなんだか
分かんないんですけど、なんか逆ギレみたいな感じで僕を見てくる。たまに彼らはなんか現実を全く受け止めてない時ありますよね。うん、なんでみたいな、意味分かんないんだけどみたいな、なんか文句でもいいいやいやないですけどみたいな感情を失ってる時は。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。以上、雄星高校動物部でした。今日の動物の秘密、今日の動物はアライグマ。水辺で食べ物を洗ってる姿が可愛いよね。でも実は食べ物を洗ってるんじゃないんだ。アライグマは視力が低くて、水辺にいる動物を山間で探している。え、そうなんだ。逆にそれで動物を捕まえられるってすごいね。ちなみに動物園でも手を洗っていることあるけど、あれは単なる暇つぶしだよ。それは暇すぎじゃね。雄星高校ラジオ部アット部員募集中。夏休みの宿題、工作絵日記ということで、夏休み限定企画、学生リスナーの皆さんきっと勉強頑張っているはず。というわけで僕たちも夏休みの宿題、工作絵日記、今からですね1分間で絵日記を書きます。そんなバカな、はい、天津さん、1分で絵なんて。準備はいいですか。僕いつもそのツイッターで見て、はい、あまりのなんか絵心のなさの差にちょっと心を砕けてきてます、ね、いや僕は別にあれ絵心はないですよ。いや意外となんかこうちゃんとこう物事を捉えてる、情報量です、情報量でかなんかごまかされる。いやでもなんか僕なんかそのなんだろう、こうね、母の日に頑張って描きましたみたいなね、1、2歳の絵みたいになってるからちょっとクオリティを、ね、はい、今回は上げていこうと思ってますので、 OK です。天津さんはそのまま押さえていただいてじゃあ行きますよ、はい、よーいスタート。てててててー、いやー始まってしまいましたね。あれ間違えた、もう色を間違えるからな、うん、よし、こうな、やっぱ情景とか大事ですよね。情景は大事ですよ、うん、情景、そう、情景は大事ですよ。そういうところなんですよ。なんだろうな、僕の目には何が捉えられてるのかな。そのなんか違う感じになるけど、このなんかなんで宇宙人になるんだろうな、僕が。おかしいな。あと10秒、あと10秒。そんなずるじゃないですか、そんな。全然なんか埋まらないで、終わった、終わりました。はい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 、いやおかしいんだよな、おかしいんだよな、なんか空きがあるね。まあはい、時間です、そこまで。じゃあ天月先生ちょっとお願いします、はい、ですね、はい、じゃあいきますよ、はい、僕の絵日記です。はい、丸月末日、はい、晴れ、はい、京都に行って竹林を見た後、かき氷と団子を食べたよ。団子すごいね、色が。いやちょっと信号機みたいな、もう分かんなかったんですよ、もう色は三色団子みたいな描こうとしたんですけど、あ、三色団子なんで白、いやでもなんかすごいですよ最近の京都は。あ、そうなの。なんかスイカのたとか、いやもう、スイカの団子とか、いやなんて言うんですか、見た目が完全にこうなんかスイカ、うんで中もかじったら要は赤身の部分が出てきて、もうあれじゃん、和菓子じゃん。あ、そうそうそう、味も味も、どうやんの。なんかあスイカっぽいなみたいなどういうことどういうこと。いやでもそうなんですよ、なんかちょっとチョコとかなんかこう混ざったりとかしてて、完全再現されてて。何それすごい、すごいんです。和菓子じゃん、和菓子を指してる感じだ。いやだから職人なんだよ、はい、やっぱ飴細工とかさそういう感じでどんどんこう芸術作品にさ、はい、じゃあということで、さあ僕の情報量に対して、
いや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 。それは別になんかもう逆にこうどうとでも言えますよね。え？なんか別にさだってもう現状下はまあアイススケートか海ですよねそれ。これ、じゃあ、いきますね。はい、丸月丸日、はい、台風。台風なんだそれ。はい、ワンコと、はい、ワンコ丸太と僕でナイトプールに行く予定でした。うん、終わり。あ、想像か。いや本当はね、はい、行く予定だったんですよ、はい、こう何日にナイトプールに丸太と、はい、行こうねっつって言ってて、はい、一緒に楽しみにしてたんですけど、うん、あの台風が来てしまって、来てしまって、これ雨だなと、うん、え、これ待ってください、下は何すか。下これプールです。ああ立ってる。これだからワンコ用のプールだから。ああなるほど、はい、ワンコ用のナイトプールがあるんですけど、あ、まあ、月が出てんのはまあ夜だぞという主張。そうそうそう夜そう、うん、ちょっと情報量少なすぎる、ね。でもいやでも結局ね、 でもワンチャン雨が降らなかったら行こうと思ってたんだけど、うん、どこに時間かかってるんですかこれの。何何何。今だって1分だよ1分、まあ、1分ですけど、え、でもさ、はい、感じてたでしょ、こう対面でさ書いててさ、はい、僕は手をやめて休めてなかったでしょ別に。もう休めてなかったから一生懸命一生懸命書いてたでしょ。不思議だなと思ってどこに時間かかってるのかなってなんだろうね。まあ強いて言うなら僕かな、僕の、うん、いや別にいつも同じ顔してましたよ。グレーみたいな、まあ、丸太もねいつも同じ顔してるけど空を見つめてる感じがしますけど、なんだろう、月はねすぐかけたんだ。あとそう丸太と僕に時間、はい、ありがとうございます。じゃあねこちらね、はい、あのツイッター等にアップされると思いますので、はい、見ていただいてね、はい、僕たちの絵日記を見てください、はい、以上高速絵日記でした。流星高校ラジオ部アットビンゴ集中下校時間となりました。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございます。それでは流星高校からお知らせです。大好きなキャラクターと同じ時を過ごせたら、そんな夢を形にするキャラクタープロジェクト流星高校、僕たちがいるゲーム部の他にもいろんな部活が始まる予定です。番組の公式ツイッターをぜひともチェックしてください。番組のツイッターハッシュタグはシャープユーラジ、ユーは漢字で遊ぶ、ラジはカタカナです。ラジオを聞き逃しても YouTube の流星高校チャンネルで過去放送を聞くことができます。詳しくは Twitter のリンク先をチェックしてください。そしてスマホで見れる完全無料のコミックサイトコミックパッシュにて、流星高校ゲーム部のコミカライズが毎月第1土曜更新予定で連載中です。現在第16話まで無料公開中です。またパッシュプラスではユーラジの予告記事が配信前日の金曜日に掲載されています。そちらもぜひチェックしてください。番組ではメールを募集しています。番組のメールアドレスは youse@joqr.net youse@joqr.net です。はい、ということで改めまして本日もありがとうございました。流星高校ラジオ部あと部員募集中、お相手はラジオ部部員天月と同じくラジオ部部員山本勝富でした。それでは来週のこの時間まで頑張りましょう。